テレビ局オファー殺到。平野市用、業界内でぶっちぎりナンバーワンに浮上。ジャニーズの若手看板タレント、スノーマンのメグロハスが、ジャニーズ事務所の性加害問題と主演ドラマの大爆死によってピンチに立たされている一方で、別のスターである平野市用には逆に追い風が吹いています。今回は、この業界内の逆転劇について詳しく探っていきましょう。 背景、メグロハスの苦境。ジャニーズ事務所の性加害問題により、多くのジャニーズタレントが広告契約の打ち切りやテレビ出演の見合わせといった問題に直面しています。この問題の波及によって、メグロハスも影響を受け、一時は特大ブレイクを逃す結果となりました。さらに、彼の主演ドラマ、トリリオンゲーム。 画大爆死し、視聴率低迷の原因として、メグロの演技が指摘されました。このような苦境に立たされたメグロハスは、かつての勢いを失いつつあります。平野仕様の台頭、逆転の兆し。一方、戸部に所属する平野仕様は、ジャニーズ事務所を辞める決断をし、新社長の東山則りが、辞めじゃに、に対する圧力をしないことを明言しました。これにより、 テレビ局はジャニーズの顔色を気にせず、飛べタレントにオファーを送ることが可能になりました。さらに、平野潮はこれまでの実績があり、視聴率を上げる力を持っています。彼は TBS 金曜ドラマ枠での主演経験があり、その視聴率はメグロハスのトリリオンゲームの1.5倍以上を記録しました。 平野は、花のチャレから花男 NEXT シーズンから、や、末光警察ミッドナイトランナー、などのヒットドラマも持つ実力派であり、メグロハスとは実績で差をつけています。業界内での逆転、平野耀が注目の的。ジャニーズ事務所を辞めたことで、平野耀は、テレビ局からのオファーが殺到しています。 以前はジャニーズタレントのスケジュールや移行を気にしなければならなかったテレビ局にとって、平野は新たな可能性を示唆しました。ジャニーズ事務所の性果外問題により、テレビ局は問題のあるジャニーズタレントよりも、飛べタレントを起用する傾向にあります。その結果、業界内で平野仕様へのオファーが増加し、彼は注目の敵となっています。 平野紫耀の実績。平野紫耀はジャニーズ事務所を辞めた後も、その実績を生かして多くのドラマで主演を務めています。彼のドラマはヒットを記録し、視聴者から高い評価を受けています。例えば、TBS 系の、花のチャレから花男 NEXT SEASON から、や日本テレビ系の、末光警察ミッドナイトランナー、などは、その代表的な作品と言えます。 彼の演技力と知名度は、テレビ局からのオファーが殺到する理由となっています。業界内の立場逆転。数週間前まで、メグロハスが圧倒的な一番候補と見られていたが、今やその立場は平野市用に完全に逆転されています。業界内での評価も一変し、メグロ主演で進行していたドラマプロジェクトも平野に主演を交代させる方向に向かっています。 誰も予想しなかった逆転劇が起こり、平野紫耀は業界内でトップに立つ存在となりました。平野紫耀、ジャニーズを辞めて新たな可能性を切り開く。ジャニーズ事務所の性加害問題によって多くのジャニーズタレントが厳しい状況に立たされていますが、その中で平野紫耀は新たな可能性を切り開く存在として注目されています。 彼の実績と演技力はテレビ局からのオファーを引き寄せ業界内での立場を一気に逆転させました。今後も彼の活躍には目が離せません。